な。また自分レザー読みー、うん、はい、これのね、うん、最後の普段の人はティーボランだったかな、時はファンね、うん、今日は94年のリズのワールドロードっていうね、ちょっとね、イタリアね、ちっちゃいんだけど中身は深いと思うから、これね、はい、ワールドロードですね、はい、見ていきましょう。94年だからね、うわすごいね、これなんかドリームミーとかね、モーテルの時のね、すごいですよね。どこがいいかな。あ、ここなんて結構新名になっていいかもしれない。英語だからさ、読めないんだよな。これはね、カラーもあるんだけど、後ろから多いね。いいね。あ、これね、これ結構稲葉さんとか、まっちゃん、稲葉さんの結構感じがすごい出てるかっこいいね。そう、バッチもタックも一番髪が長いかもね、鈴木ね。逆にリアルね、うん、今からすれば。そうよ、ほんと。赤石さんもいた？赤石さん多分いたんじゃないかな、うん、これはバッチの一番髪長い時の一番のね、もう今やレアだよね、伸ばさないからね。今はきついのかもな。一番長い時だよ。だから、いや、最初はバチ最近、自分の地元で2公演やったね。そうそうそう、あの、8月13、14日ね。うん。凱旋の公演ですね。初のソロ公演。ニュースだけやったら、うん、そうそうそう。ニュースで見たらしい。稲の曲がりよく映ったね。もうちょっと下ですけど。あの、あれね。稲の曲がね。あの化粧品をさ、いっぱい。行ってみたいね。私も、あの、教えてもらいたいわ、化粧品のあれ。資生堂だからそこさ、うん、1万円以上買うとグッズもらえるんだよね、バッチのグッズが。あ、俺でもな、俺、ね、化粧使わないから俺は。だって化粧じゃなくてあれでいいじゃん、そんな美容液とかあるじゃん、塗るやつ。あるよあるよ、そんなのいくらだって。それ買おうかな。男だからそんなしないってわけじゃない。だってやっぱ油とかはさ、綺麗にできるわけじゃん、うんうん、そういうの教えてくれるからいいのママが。マジすげえよ、そうだよ、聖地だよ、ほんと。もう行ってみたいね、一回島に。行ってみたいね、島だっけ、津山。津山か、津山に行ってみたい。まあ近いけどね、島。津山ってどうなるんだろう。いるじゃん、ちょうど赤石さんいるじゃん。いるね。どの辺結構遠いんだよな、でも岡山県なの、遠いよ。岡山県の、あの、自分のチャンネル登録をしてくれた、あの、男の子の焼き肉あるの、岡山なんだよね。すごいね、バッチのね、ふるさとですよね、縁があるね。縁があるな。やっぱね、その友達ともね、結構会ってないんだけど、あの、たまたまね、出たら前を Facebook で知り合って。でもそれもいいんじゃない。たまたま岡山とのもさ、バッチのね、故郷なんだから。そうそう、すごいよね。たまたま、あれだってさ、登録してもらったんだよね。ね、すごいね。みんなはね、Facebook とかね、そういうつながりもね、大切だから、ね、YouTube もいいよ。まあ、出たら Facebook とかいろいろやってるけどね、まあ、インスタグラムもやってるからね。My life。あとは、直近でね、まあ、ビーズはね、あれかな、カップのギットプレード。そう、あの辺、あの全部ね、一括でこの間注文しましたよね、うん、あのミュージック直販でね、ギットパレードとあと TMG。 でもな、ビーズは最近ではね、直販でできたんだよ、ビーズの中いっぱいシャツが、うんうん、あ、バッチのソロンじゃないの、あれでしょ、エンゼップでしょ、うん、うちらが行くやつのプレライブ、その前にやったやつ、あれと、そうそうそう、あれがね、いっぱい来たんだよ、うん、いっぱい見かけたんだよね。しかも、ね、じゃあ紹介した方がいいの、今度ね、エンフォーのやつの、あれ、してないやつが臨時の1着あって、うん、あれもまだ開けてないんだよね。せっかくだからね。結構ね、レーザーってさ、あの、ね、みんなね、買ってないように見えて、買ってるんだけど着てないだけなんだよ、なかなかね。なかなかね、その、チャレンジやる時の、その、芝居じゃないんだけど、あの、やる技するときに、ないと言える。そう、それはね、厳しいよね。で、次です、今のところ次はみんなに見せれるのが、多分サードのその、ね、ニックネームのサインポスターは多分あるから、うんうん、来ると思うから、それは見せて、あとまあ、葛飾で多分世界中だよ、本人が。そうそうそう、楽しみね。それを多分買ったら後に見せるので、うん、
それをみんなに見せる感じと、まあ、これはね、ビーズのとこだからね、このあれは取らなきゃいけないね。そう、ビーズはさ、ビーズは今一番推しはただものかな。うん、そうそうそう、バチはね、バチはただもので、でタッグはこれからヒットパレード、そう、20何日だ、26、28だっけ、もうちょっとだよね。で、あのヒットパレードに、まあ、マイちゃんだけの、あのブルーレイマイちゃんとレオンの映像が入ってるから、ぜひともそれをね、そうビルの方で紹介しますからね。メーカーはね、一番ね、あのいいのは、あのマチコの仲間だよな。そうね、マチコはゲスト出てないからね。いや、あの子もね、東京一人で行ったらいつか分かんないからさ、ね、とりあえず今回はマイちゃんとレオンくんを見て、みんなでね、タック TNT を盛り上げてから、あのみんなでね、あの次の、あのね、ほんとね、じゃあさ、ヒットパレードをさ、ライブやってくれてありがたいんだけど、ね、なかなか難しいんだよね。あのただビーンだけじゃなくて、いろんなアーティスト、ヘアとか入ってるアーティストも、リサちゃんとかね、リサとかね、ヘルとかね、そうそう、あとグリーンの人ね。そうだからね、やっぱね、ビーンだけで組んでれば可能性があったけど、3組が予想なんだよね。すごいよね、だけどね、ただ終了曲が10曲ってね、ヒットパレード1の時はさ、18曲も入ったので、ずいぶん減ったよね。減ったな。うん。8曲減ったんだな。削りすぎ。結構大幅に削った。ほぼ半分じゃん。やばい。もしかしたら、その、歌ってくれる人がいなかったの。だって、ビーイングの生き残りが当時がほら、バッチとさ、舞ちゃんしかいない。そうだ。いないんだもん、ほら。みんなほら、脱退しちゃってるからさ。脱退したの。引退しちゃってるとかだからね。ヒューダリーは自分の会社作っちゃったしね。うん、だからあの辺のね、戻ってきた人たちを入れればよかったのにね。だからヒットパレード3が出ればいいよね。そうやってマキちゃんとかさ、そうそう、嵐とかさ、まだ参加してない人たち、当時さ、まだ復活してなかった人たち、自分もそうか、もうそう、だからその人たちみんな復活してなかったから ね、復活してやってくれるヒットパレードを、ぜひともね、出してくださいね。という感じですか。そうですね。たんたかたん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 た